ブラックケンはアメリカ海軍の攻撃輸送艦。ギリアム級攻撃輸送艦の一隻。名称はケンタッキー州にあるブラックケン軍にちなむ。アメリカ海事委員会の契約下で建造され、1944年6月10日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチールシャズオ所で浸水。10月3日に海軍に取得され、翌日に 海軍予備役の CSD 中佐指揮下で収益。1944年10月28日から1945年3月31日にかけて南カリフォルニア沖でギリアム級の乗組員を養成する訓練官として活動。5月、乗客と貨物を積載し、真珠湾へと移動。7月3日、交代の兵員を乗せてマーシャル諸島、カロリン諸島、 そして、沖縄へと向かった。終戦直後、真珠湾を離れ、ミッドウェイ、ハーイ州広、エニウェトク干渉、ウルシー干渉、沖縄、サイパン島、レーテ島、サマール島に寄港し、占領軍の兵士を乗せ、横浜へと航海する。9月8日に到着。以後は、極東各地に展開した兵士を、アメリカ本土へと帰還させる。 マジックカーペット作戦に1946年2月まで参加。期間任務を終えた2月、同年夏にビキニ干渉で実施された核実験クロスロード作戦に標的艦として参加するため準備を開始。核実験を生き延びたブラック艦は放射線と構造的研究のため保全された。1948年3月10日にクエゼリン干渉起きで、 敗没処分された。ありがとうございます。